そのスタイルは今時の車の購買欲をなくすほど気持ちいい。伊藤ワン AT はこの車高でもさすは動く。なぜ？さて伊藤君のワン AT ですけれども、これはもうすごい低さだね。多分これを見て憧れてこの車高にするやつはいると思うんだけど、じゃあ確実に壊しますね。壊す車を。ショロアームとか動くようにして、とハウス内全部叩いて、あ、こう動いたらハウスが当たっちゃうんだ。あとオイルパンの下をガードしたり。13ってさ、マフラーの位置って低いよね。14とか15よりも低いよね。低いですね。もう地面すりっぱなしになっちゃわないの？そうですね、普通その辺の市販のつけるとそうなるんで、俺の場合はですね、フロアを叩いてフロントパイプワンオフでできるだけ上に上げて作ってもらって、マフラーもそれに合わせて上に上げて作ってもらったんです。ワンオフ、なかなか真似するのは厳しそうですね。低ければいいってもんだという伊藤義則、その車高ゆえに走りを犠牲にしていると思われがちだが、イカ天上位入賞の実力が証明している通り、そのマシンメイクは高次元。この180はレーシングカーでねえのに、こんだけ走り横に向く、プラモデル感覚でいじり倒す伊藤、オタクだね。あったく消音効果ほぼなし。ほぼないです。なし。はい。近所迷惑仕様で、はい、チタンのパイプだけなんですね。中のウール抜いちゃったんですよ。ホイールは17-18 の GTR サイズの T37 ですね。ああ今これが流行り、流行らせたいですね。流行らせたい。かっこいいもんね。なんかノーマルっぽくなくない？これ広げ、折っただけ？広げただけ？折って叩いてパテで成形してあるんですね。ああこれで当た、後ろは当たらない？当たらないです、大丈夫ですね。ああ、まあ、内側にこう入ってっちゃうからね。そうですね。日頃からこの車庫出してんの？走ってます。今は通勤もこれです。これリムが、リムがかぶり気味なんだけども、これがかっこいいんですね。かっこいいよね。この車載カメラではっきり確認できる異常な低さ。トラクションがかかった時点でホイールアーチがフェンダーの内側にめり込む。同車ボタンは通勤可能。でもこの車高に合わないスタンドと駐車場は進入できないそうな。それって不便。デートは無理。ラブホは進入できない。そんなわけね。これブレーキがブレンボなんだね。そうですね、 33GTR の流用して。これにした方がいいの？ローターはでかく、でかいからローターが重たいよね。重いんですけど、まあ、見た目でかっこいいし、ね、なるほどね。この低さで、はい、走れるこの足はなんか特別な足なの？普通の IKEA ホームミラーのキットポン付けだけです。あ、じゃあ IKEA で売ってる吊るしのやつというか、その普通のやつをつけてるだけなんだ。そうです、ね、はい、そうです。アライメントのこだわりとかは？アライメントのこだわりは特にないですけど、うん、まあ、乗りやすさ重視で、等は前後ともにゼロで。そうです。であとキャンバーが、まあ、見た目、見た目、そうですね、まあ見た目ですね。割と見た目重視で。そうです。あとは後ろのエアアームの付け根とかも一応鉄板当てて補強入れて。エアアームの補強、はい、よく走ってるとそこ割れてくるじゃないですか、はいはいはい、クラック、うんうん、その防止も含めて、まあ、補強にしても車庫タン、このそうですね、ちょっと非常識っていうか非現実的なこの車庫用 の補強の仕方というか、はい、なるほどね。なんちゃってでなく、マジモードでドリフトしたいなら補強はしなくちゃいけないっしょ。当然走りも補強は必要で、伊藤も常にテクを鍛える。その切れたドリフトはなんちゃってでね。他にこれの車の特徴的なところは？エンジン、1号のエンジンが乗ってます。あ、そう、はい、もうかっこいいねこれ。1号エンジンに TG06 本付けで。ウエストゲート？はい、そうなんですよ。カムノーマルなんですよ。うんうん。で、中速に重視で一応カムとして、乗りやすさ重視、ね、そうですね。これね、なんとなんか青っぽく見えるんだけど、これ何？実はそれキセノンなんですね。キセノンなの？ただ今のキセノンって最初が青くて、あと黄色っぽくなるじゃないですか、うんうん、それが嫌なんでガラス自体をブルーレンズにしてるんですよ。これはレイブリックなんか。そうです。ああ、なるほどね。今からでは必要なチューンだよね。そうですね。やっぱ外見を決めてライトをこう、古い車のそのしょぼいライトじゃダサいもんね。大事大事。180 の車高は指一本が基本なんですけど、ホイールとフェンダーが指一本も基本なんです。なるほどね。で、で
ライトは？ライトはですね、指3本が基本なんですね。ワイティは。これはワイティのルール、ね。こだわりです。バカだね。一三ボディに一号エンジンプラスポン付けタービン。これが今ですよ。今流の S13180 チューン。セットが決まりましたから、モリモリであまり切らなくていい。これだな。